WBC 侍ジャパン優勝、イエーイイエーイと、あの時大谷選手が投げたよく飛ぶ帽子を折り紙で作ります。イエーイ。エンゼルスもワールドシリーズ優勝、イエーイ。まず折り紙を裏返し三角に折ります。折り筋をつけ広げます。90度回し、また三角に折ります。折り筋をつけ広げます。手前の角を中央に折ります。90度回し、この角も中央に折ります。90度回し、この角も中央に折ります。90度回し、最後の角も中央に折ります。このような一回り小さな四角を作ります。手前の縁を中央に折ります。しっかり折り筋をつけてください。さらに中央に折ります。折りやすいように向きを変え、こちらの縁も中央に折ります。しっかり折り筋をつけてください。さらに中央に折ります。広げます。前後を広げて、この一回り小さい四角の状態まで戻します。90度回します。この手前の縁も中央に折ります。先ほどと同じように折ります。中央に折ったら、さらに中央に折ります。しっかり折り筋をつけてください。折りやすいように向きを変えます。こちらの縁も中央に折ります。さらに中央に折ります。
ここまで折ったら広げます。この状態まで広げます。続いて左手前の角を右奥の角に合わせてこのように三角にし、折り筋をこの外側2つの三角の底辺のところにだけつけます。こちらも2つの三角のところにだけつけます。続いて今度は右手前の角を左奥に折ります。そしてこの2つの三角のところに折り筋をつけます。向こう側もこの2つの三角の底辺のところに折り筋をつけます。分かりづらいですが、こことこことこことここに折り筋をつけました。ひっくり返すとここ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 に折り筋がついています。戻します。この中に折っている角、一旦広げて2段折ります。さらにもう一度折ります。90度回し、同じように角をめくって2段分折り、さらに1段中に折ります。90度回し、角を開き、2段分折り、さらに1段折ります。ここは外側に広げてこの状態にしておきます。この中央にある横4つ、縦に4つ、この四角、この四角で壁を立てます。このように壁を立て、こちら側は外側に角を出します。こちら側は内側に入れます。こちらも内側に入れます。このようにして全体をボックス状に組み立てます。こちら側を手前に持ってきて、この部分このように壁に貼り付けます。そしてこの中にあるこの部分を折り込みます。一段を折り込みます。こうすることで固定します。こちら側、この出っ張った部分を このようにへこませます。この部分もへこませます。
そしてこの厚みのある一段を中に折ります。この部分、このように中に折ります。横も中に折ります。さらにこちら側も中に折ります。こちらサイドも同様に、まずこの部分一段中に折ります。そして横の部分も中に折ります。こちらの部分も中に折ります。このようにぐるりと一周中に折って全体をまとめます。ここでこの出っ張った部分90度折り、ひさしを作ります。この角2列分を中に折りますが、この角を一旦畳んでからこのように折ります。さらにこの角を小さく折ります。こちらの角も小さく折ります。一旦ひっくり返すとこのような帽子の形ができています。この角さらに小さく折っていきます。ほんの少し、ここもほんの少し、ここもほんの少し、最後のところです。ここもほんの少し、ちょっぴり折ります。こうすることでこのように丸くなります。続いてこの角、出っ張ってる角をへこましていきます。この部分取れないように押さえながら、この角親指で押してこのようにへこませます。この上の部分は斜めになるように、そしてここは縦に、こちらも縦に、ここは横に、このように、そして楊枝などの頭を使ってこのように押し込むときれいに形が整います。続いてこちらの角、このようにグイッと押し込みます。このような台形のような形にへこませます。続いてこの後ろ側、同じように
親指でこのようにへこませます。最後の角です。同じようにグイッと親指で押し、へこませて、ようじの頭の図でこのように整えます。このひさしが寝てしまったので、もう一度このように水平に起こします。あとはこのようにお好みのマークなどを紙で切って貼れば野球帽の完成です。ひさしの部分を持って回転させるように投げるとよく飛びます。ぜひ作ってみてください。